<laughs> はい。えー、時間になりましたね。本日は2月の18日ですかね。えー、木曜日10時40分からの授業を担当させて、えー、物理学を担当させていただきます。木も日です。どうも。えー、そうですね。初回の授業ということで、あのー、こういったオンライン形式の授業を をえ、まあ、この1年間といいますか、えー、新型コロナウイルスで、まあ、緊急事態宣言が出ている、えー、外出自粛を要請されているという条件の、えー、中でももちろん大学の授業というものを、えー、やっていかなきゃいけないわけで私たち、えー、教授もですねたくさんいろんな、えー、<laughs> 考えがお互いにありましてですね えー、いろんなことを、えー、考慮した結果、こういった形の、えー、オンライン授業ということに、えー、なっております。はい。で、えー、このクラスは、えー、25人のクラスなんですけれども、今、えー、参加者が、えー、19人しかいないということでですね、まあ、あ初回なんですけど、でガイダンス的な意味合いも含めて、少し、あのー、皆さんには参加してほしいところ、あ あ、えー、高橋さん。はい。はい、はい、大丈夫です。はい。はい、で、原則皆さん、あの、ミュートにしていただいて、あ、私の方からできるのかな。はい。えー、まあ、あの、授業内で発言がすることがある際のみ、えー、ミュートを解除するという、えー、形式で、えー、やっていこうかなと、えー、思っております。はい。<laughs> でですね、 あの出席についてなんですけれども、この授業では、もちろん課題を毎回の授業ごとに、小課題ですね、を出させていただきます。それは、次の授業、1週間後のえまあ今日のこの授業始めまでには、遅くとも提出をしていただくと。それプラス、出席データですね、の確認をえいたします。それをまあ平常点として。 つ、はいえー、けさせていただくんですけれども、えー、ズームに参加していただくだけでは、あの、ダメで、えー、ズームに参加するのとプラス、あクラスの、えー、あれであの、皆さんパソコンでね、あの授業の,あのフォームみたいなのがあると思うんですけれども、そちらから出席データを送っていただきます。はい。 えそうですね、出席データを送るというのがもう分からない方は、えー、おそらく大学のホームページなどにいろいろ載っていると思いますので、そちらを確認してください。私の方からは説明はいたしません。ですので、こちらの出席データを授業開始の前後10分間の間に送っていただければ、出席という扱いになります。もちろん、そのズームにも参加していただいて、 でえー、参加ととと、えー、といいううここでで出席なの10時半から、えー、10時、えー、50分の間に出席データを送っていただければこれは出席となりますのでこれ以降は、えー、遅刻また授業後の、えー、出席データを送ることができません、ね、そしたらあの欠席というあの扱いになってしまうので、まああのー、もちろんこの出席データも成績に、あのー、加えるというか えー、評価の判断材料となりますので、えー、毎授業、しっかりと参加していることを、まあ、当たり前としてやっていきたいと思っております。はい。でですね、えー、授業は、前期、えー、合わせて14回ですね。14回の授業があります。毎時間ですね。で、えー、そうですね、えー、で、 7回目か8回目ぐらいに、えー、まあ、小テスト、まあ、中間テストのようなものを、まあ、用意しようかなと思ってるんですけども、まあ、もちろんそれは、あの、そこまでの範囲のものを、まあ、統括した範囲で、えー、授業の、まあ、理解度を、まあ、確認するというレベルの、あの、テストですので。で、まあ、もちろんテストも、 あの、オンライン授業、オンラインでの実施になると思われるので、私たちからしたらもう、えー、何も監視したりすることができないんですけれども、まあ、あのー、原則、今のところまだ、えー、細かくは決めてないんですけれども、えーまあ、教科書や、えー、ノートを見るのはありにしようかなと思っております。そこはもう、あのー、私たちも、えー、どうしようもできないので、 えですが、えー、他人と、まあ、協力したりだとか、うんえー、他人と一緒に解いたりすることは、まあ、原則、えー、禁止、えー、自分の力でノートや教科書を見るなり自分の力で解くという形に 今のところは、えー、あの物理演習の,、ね、あの,あの先生もいるので、その物理学演習と、えー、私の物理学との、えーまあ、そこの兼ね合いとかもまあ考えながら今後、おいおい、えー、連絡をしていこうかなと思っているという感じですね。で、あのー、まあ、この20、あ今がやっと20人ですかね。20人の方の中にはあのー、高校の時に物理基礎までしかやってない方、 やえーまあ、物理、物理基礎を、えー、取った方がいると思いますが、えーまあ、その足並みを合わせるという、えー、意味合いも兼ねてですけれども、序盤のね、前期の授業はほぼ物理の、まあ、復習のようなものですね。もうちょっと物理基礎しかやってこなかった方が、まああの、急に大学の物理に触れるというのは少し、えー ないのか、高いというか、あの、基礎知識というものを固めておかないと、やはり後々、あの、ね、苦労することになると思うので、はい。ですので、まあ、あの、最初の方の授業は、あの、物理を、えー、高校の時に、 えー、撮っていた方からするとあまり、うん、面白くない授業になってしまうかもしれませんけれどもまあそれはあのーまあ、こちらも、えー、いろいろ考えた上で、えー、やっていますので、まあ、ご了承いただければなとはい思っておりますでえー、そうですねあのー、まあ今ま今のところまでであのー、何か質問というかはいえー、何かあのあれば はい、えー、はい、あ、ありますかはい。はい、斉藤くん。はい。はい、えー、チャットでありがとうございます。え毎回出される、えー、課題は、えー、ノートや教科書を見て解いても良いのでしょうかまた、そちらは、 えー、知人や友達と協力して解くのありでしょうかということなんですけれどもこちらも、えー、毎回出す消化題に関しても、えー、秋末あ期末の定期テストと同様に、まあ、もちろん、えー、授業資料とかを見ても構いませんでなんですけれども、まあ、厳格なあのテストというあの形ではないのでもちろん友達に相談するなりここにいる えー、20人の中でもうあのーまあ、大学には来てないですけれどもまあきっとなんか LINE だとか、えー、Twitter だとか Instagram だとかであのー、まあつながりとかができてたりするのではないかと思うんでそちらでの、えー、まあ相談の試合などはまああの構いませんえー、行っていただいて結構ですあとあのー、課題に関する質問などもあると思いますので 私も他にもいろいろ仕事があるので、でも、ですが、しっかりリアルタイムで返事をできる時間帯というものも作ろうと思っております。金曜日ですね、金曜日の10時から12時まで、朝のですね10時から12時までの、は、いただいた質問はすぐに返せるという,という時間帯にえしようかなと。 思っております、まあ、それ以外の時間ですと少しあの私が皆さんからのメールを確認する時間によっては少しあの返事が遅くなってしまうということも考えられるのであまりあの提出のギリギリで質問そうです、ね、だからあの1週間後の,その10時とかに質問をされても えーまあ、こちらも授業の準備とか、えー、いろいろありますので、えー、そういったところから少し、えー、と質問がある場合には余裕を持ってもちろん課題も余裕を持って提出していただければいいかなと思いますでですねあのー、何かファイルをあの課題をですね皆さんに作っていただいて提出した後でも、えー、期限内であれば えー、期限内に例えば、あのー、この問題の解き方が、えー、解,けなかっ解けてなかったやつが分かっただとか、はい、で、あのーまあ、ちょっと不備があったとかの場合でしたら、えー、期限内でしたら他の新しいファイルを提出し直していただければ、えー、そちらを、えー、評価。 えー、材料とさせていただくので、まあそえー、何かこう不具合があった場合でも慌てずに、えー、対処していただければなと思,うと思います。でですね、あのー、皆さん大学1年生ということで分からないことだったりとか、まあ、もちろん私たちもこの、えー、のー私もこの大学の教授になって17年17年目ですね経つんですけれども。 あのまあこのような事態は初めてですので、えっと、こちら教員陣もすごく不安だと不安というかあーしっかり今までの例年通りの、えー、質をあの保ったまま授業できるのかということは、ね、考えてるんですが、まあ、その授業をまあどういいようにいい風にするのももちろん皆さんの協力というものも必要になってきますので。 はい、お願いします。でですね、まあ、いろいろ不安なことがあると思いますが、私の授業では、えー、原則として、しっかり、えー、授業の出席データを送っていただいて、え o ズームに参加していただいて、毎回の課題を、えー、もちろん、えわ、ー、からなかったりとか、できなかったりすることも今後あると思います。ですが、しっかりと、えー、自分のできたところまででいいので、提出していただいて、 私もそれを、えー、しっかり見,せ見させていただいて、添削させていただいて、まあ、そちらで、えー、も,もちろんこの授業の、えー、意味としては、皆さんがこう物理というものを高校の時よりも、えー、よく理解、深く学ぶということですので、えー、もちろんテストでいい点数を 取るということも、えー、学業の面では大切なんですけれども、しっかりと皆さんのこう身になるようにね、そこが一番だと思っているので、分からなかったことが分かるようになる、できなかった問題ができるようになる、解けなかった問題が解けるようになるというのを、えー、第一に考えていますので、まあ、そんなにも、えー、心配しないでいいかなと思っております。分からない問題は分からないのまま。 にせずに分からないで提出しても大丈夫ですけれども私の添削が返ってきて、えー、答えが発表された時にはしっかりと自分の分からなかったところが分かるようになるように復習してほしいですしもしねその添削された内容が分からないとか答えを見ても、えー、解放が分からない解放を読んでもいまいち理解できないという場合にはもちろん、えー、連絡していただければこちらとしても対応させていただくのではい、えー、あまり えー、私たちも不安ですし皆さんも不安になってしまうと思いますがまああのそうですねできる限りあ私たちも皆さんを、えー、できる限りというかそれが仕事ですのでサポートさせていただこうと思っておりますので、えー、まあ,あ頑張っていただければなと思いますで、えー、この授業はですねズームなんですけれども皆さんには、えー えー、入学してから授業が始まるまでの期間に、えー、この、この教科書を買ってねというのを、えっ、ー、とー、調べて、えー、お伝えしたと思うんですけども、この、まず物理基礎ですね。物理基礎の、えー、教科書。こちらと、えー、まあ、こちらですかね。原則こちらですね。はい。こちらの、えー、教科書を、まあ、用意していただこう、くという形だったんですけれども、あの、ですが、 え、基本資料を、私があの PDF で資料を作成して、もちろんこの教科書の内容に沿りながら、え、やっていくんですけれども、今、もし手元になくても、あの、ま、大丈夫なんですけれども、あの、ま、教科書あって、え、ま、困らないというか、あっては欲しいので、私たちからしても、え、もちろん、え、今も手元にある方ももちろんですが、他にもあの、今手元にない方は、 しっかりとご注文していただければなと思います。はい。で、この物理基礎の教科書とノートですね。はい。ノートを作っていただきたい。ノート提出も考えておりますので、例えばこんな感じでね、私のノートなんですけれども、こういった感じでしっかりと資料を切り取って貼ったり、 問題を、まあこうあのー、添付して自分で答え作ってみたりとか、はい、こういったことも,、えっと、もやっていただければなと思っております。はい、ですので、えー、授業の前日、えー、2日前までには授業資料を、あのー、授業の、えー、クラスのところに、あのー、PDF ファイルとして、えー、添付させていただくので、 そちらを、えー、コピーするなり、パソコンでダウンロードするなりして、えー、授業が始まるときにはすぐに、えー、手元に用意できるようにしていただければいいなと思っております。はい。そうですね。まあ最初の授業ですので、あ、あともう一点なんですけれども、えー、関数電卓というものを、まあ、あのー、高校で使う場所もなくはないんですけども、まあ大学ではあの関数電卓をかなり、えー 活用していきますので、関数電卓も用意していただければと、あの、ラバスには関数電卓を用意してくださいというのも、えっと、書き込んでいると思うので、え、ま、いろんな関数電卓があるんですけれども、ま、おすすめも、えっと、載せておきましたので、え、そちらを、え、お買い求めいただければ、え、いいな、助かるかなと思います。で、もちろん、試験だったりとか課題で、あの、関数電卓を、え、使用するのは、え、許可いたしますので、はい。 あのまあ持っていて損はないというかあればすごく便利なものなので、えー、いいかなと思います。であのまあ初回の授業なんですけれどもあの、まあ、まあ授業の、まあ、先生方が教授方々によってはまあ初回からねあのいろいろ 授業やっていくぞという方々もいるのかと思いますけど、まあ皆さんまだズームとかね、あの慣れてないと思うので、まあ今日はズームのお試しという感じでちょっと今やっている感じですので、はい。でですね、あの、まあネットワーク環境だったりとか、家のネットワークの環境が整ってないだとかで、あの、まあ通信がね、こう切れちゃったりして、こうズームから落ちてしまったりとか、 えすることがあると思うんですけれども、そういった場合も、えー、と慌てずに、えー、もう一度入っていただければいいですし、えー、その例えば授業中にネットワークが切れてしまって、えー、講義が少し聞けなかっただとか、はい、えー、この部分がわからなくなってしまったなども、えー、もちろん質問していただければ答えさせていただきます。で、あのこのズ、えームの音声録音ですね、も、えー、クラスフォームに え、投稿させていただきますので、えー、そちらで復習するのも、まあいいかなと思います。はい。それでは今のところで何か質問はないでしょうかはい。あ,あのー、質問なければ、あのー、グッドボタンを押していただければ、あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ大丈夫ですかね。初回ですけれども、えー、ですので、まあ来週から、 えー、普通の授業というか、まあ、オンライン授業に、えー、取り組んでいこうと思っていますので、まあ、くれぐれもあの寝坊とかは少しあ、まあ、2, 次2時間目の授業で、まあ、朝早いわけでもないですし皆さん多分家で受けるようですから、あのーまあ、そこはあまり心配してないですけれどもしっかりと出席データを送る、えー、Zoom に参加する、えー、毎回の消化代を、えー、提出する、えー、ことをしっかりと。 え、やっていただければ、まあ、成績も、えー、私たちもそんなに厳しくつけるつもりはありませんので、はい、えー、安心して勉強していただければいいかなと思います。はい、それでは、質問がなければ、えー、今日はこれで退出してもらって結構です。ありがとうございました。はい。はい、あ、コメントありがとう。はい。はい、チャットありがとうございます。ありがとうございます。はい、来週からよろしくお願いします。はい、それでは、はい、はー、はい、お疲れ様でした。